皆さんおはようございます。子供たちも元気そうな顔で神社へお集まりいただきました。ありがとうございます。日枝神社のお祭りはよく雨が多いんですよね。必ず2、3日のうちには一度雨に遭うんですけど、今年は幸いのことに、15日の神事、それと昨日の宵宮祭、今日の奉祝祭、今日は夕方まで大丈夫なんですけど、おかげさまで健康に恵まれました。昨日の宵宮祭も、地元の方にね、踊りや歌をやっていただいたんですけど、6時から始めて、9時までかな、皆さん、元気に奉納舞をやっていただきました。見られた方もいらっしゃると思いますけど、今日また奉祝祭ということで、さらに盛り上がった長原町内を挙げてのね、お祭りが、今日夕方、夜までかな、取り行われます。平塚の中でもね、この中原のお祭り、この賑やかさというのは、他にないというか、引きを取らない、大変な、賑やかなお祭りになります。特に、午後から、夜にかけてはね、バス通りを埋め尽くすほどの人出で、大変賑やかになります。その裏には、それを支えてくださるね、役員さん、諸団体、それから、交通安全とかいろんな担当者がいるんですけど、皆様の安全をね、サポートしてくださいまして、無事に、おみこしが、夜、ここに到着できるように、やっていただくんですけど、皆さんも、子どもたちもね、怪我のないように、役員さんの指示に従って、一日を楽しく過ごしていただきたいと思います。それと、私の後ろにいらっしゃいます、役員、ご来賓の皆様にはお忙しいところありがとうございます。それでは、まもなくというか、この後、宮崎がいますけどね、慶応内閣によろしくお願いいたします。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。次に、中原地区町内議会理事会連合会会長、原田誠さんがお願いいたします。おはようございます。本日はおめでとうございます。昨日もいい天気で、今日もまたそれに負けじといい天気だと思います。先ほどもご挨拶、宇治港総代の会長のご挨拶ありましたように、中原の祭りは非常に近隣から評判のいいお祭りです。それも皆様の力があればこそだと思います。今日もその力を発揮して、この秋祭りをぜひとも盛り上げていただきたいと思います。それでは、本日はおめでとうございます。はい、ありがとうございました。次に、芸人者御年運動会、富山博文様、お願いします。おめでとうございます。ですね、この後ですね、みこしの方をお立ちします。今日一日ですね、各町内を回りますんで、元気にですね、賑やかに、それに、無事に裁判宮崎できますよう、ご協力の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。次に、子供みこしのお祓いに入ります。各町内の代表者の方、子供さんは前に出てください。それから本日お笑いをしてくださるのは東野宮司です。よろしくお願いいたします。失礼しました、上代宮司です。これも2名です。はい、それでは皆さん、お気持ち担当の
皆さん、はい、おはようございます。ちょっとあんまり声がよく聞こえないですね。はい、もう一回ご挨拶します。おはようございます。はい、今日はね、大勢の人が、100人集まってくれました。ありがとうございます。これからね、お祓いということをします。おみこしというのは神様の乗り物っていうふうにね、言われています。神様の、ね、乗り物ですからね、大事に立てていただきたいと思います。それで、お祓いを受けてね、悪いことがないように、完全にできますように、ね、させないように。これはお祭りの時にもね、お祓いを大事にね、お祓いを受けてからと。で、おみこしをね、担いで練り歩くこと、ちょっと難しい言葉ですけども、みこしとよって言いますね。大人の人はね、みこしとよっていうふうに言ってますからね、ちょっと覚えておくといいと思います。それで、みんなね、各町内のおみこしを担いでもらいます。ね、年に一度の大きなお祭り、今日は奉祝祭といって、神様をお祝いする日です。ですから、ね、1年間ね、いろんなところで守ってもらってます、ありがとうという気持ちをね、持って買ってもらえればさらにいいと思います。それで、地域をね、神様が見て歩きます。そして、みんなをね、幸せにしてくれるというふうに言われてます。おみこしをしっかりと担いで、そして担ぐ人もね、幸せになるというふうに言われてますので、みんなもね、元気よく担いでいただきたいと思います。元気よく担ぐと神様も喜んで、さらにね、恵みと、そして地域に幸せと繁栄をくださるというふうに信じています。ではね、代表の友達はこれからね、お参りをしたいと思います。玉串というね、こちらの木のね、枝を渡します。ね、そしてこっちに行ってもらって、で、これからやり方を説明しますのでね、こちらを置いてもらって、お参りします。お参りするときはね、友達のみんなも揃ってお参りをしたいと思います。ではね、それに先立ちまして、お祓いのね、祝詞というのをね、神様にあげますので、ではね、神様にお祓いをあげてもらいます。それでは皆さん、頭を押さえください。はい、それではですね、神楽殿側の上宿の町内の皆さんからおみこしと担ぎ手の皆さんをね、順に一つずつお祓いしていきますので、頭を下げてお祓いをしてください。
山地区の皆さん、お祓いします。新町大原地区の皆さん、お祓いします。はい、それでは次にね、玉抜き法というね、玉抜きを真剣に捧げお参りをします。代表のお友達に玉抜きをお配りします。